3月の13日までは僕は自宅の2階にいました。で、水もなく食べ物も何にもないんですよ、2階には。何もないんですけども、皮肉なことに、実は水も飲みたいと思わない。それから食べ物も特に食べたいと思わない。これは実は多くの被害者も同じようなことを言っているんですね。実はあまりお腹が空かなかった。それは危機的な状況に直面して興奮していたからだと思います。だから、あの時実は一番必要だったものは、情報を正しく、できるだけスピーディーに被害者に伝えるってことだったんですね。それにはやっぱり、ヘリコプターで飛んできて、今政府はこういう作戦を練っているので待ってほしいとか、今、あと10キロのところまで自衛隊が救助に迫っているので、どうか勇気を持って助けてほしいっていうふうなアナウンスメントを積極的にするべきだっただろうなというふうに思ってますね。水を投下するよりも。できるだけ早い段階で地域ごとに集会所があるんですね。公民館集会所、コミュニティホール。で、そういう場所をですね、一刻も早く復旧させなければいけないっていうことを自分たちは学んだということなんですね。いやー、ここに来ると楽しい。おしゃべりができる。で、知ってる顔がいる。ああ、探してた人がいたっていうことで、皆さんはね、それが自分の生きる支えになったそうです。で、さらにその集会所を修理して、とにかくどんな人でも構わないから来なさいと。僕は人種とか性別とか宗教を一切相手にね、問うたことがないんですね。どんな人でもいいから来なさいって言って、救いを求めているんなら小金浜会館に来なさい。いつもアナウンスしながら、結果的にはものすごく広い範囲の人たちが訪ねてきました。隣の女川町まで噂が響いて遊びに来たぐらいでしたので。僕たちは震災直後から実はめちゃくちゃに壊れてしまった地域の小さい公園をですね、僕たちは瓦礫の復旧から始めて、で、そこに汚染されていない山の土を入れて、それ実はで、ね、芝生の今サッカー場を作っているんですね。で、今年は1月5日、サッカー日本代表の今野選手をね、筆頭に、鹿島アントラーズの小笠原選手だとか、たくさんの J リーガーをお招きして、この地元の子供たちと一緒にサッカー教室を開くことができた。今この石巻は地面に未だにガラスだとか釘だとかたくさん刺さっていて、キャッチボールもできない。サッカーなんかもってのほかだっていう状況が今続いています。足掛け3年目ですけど、僕たちは早い段階から公園の整備をしてきましたので、僕たちが管理している公園に関しては全くもってその怪我の心配がない。で、この前もたくさんみんなスライディングなんかしてましたけども、誰一人足を切ったなんていう子供がいないんですね。で、この2つが特に僕たちが成し遂げた大きなプロジェクトだっただろうなっていうふうに今思ってます。